9月23日土曜日の全国のお天気をお伝えします。秋雨前線は本州の南海上に停滞します。前線から近い関東や西日本の太平洋沿岸部を中心に雲が広がりやすく雨が降りそうです。外出時は雨具をお持ちください。そしてその他の西日本や中部エリアにかけては雲が広がるものの日差しも届くところが多くなっていきそうです。昼間はカラッとした陽気となりそうですが、朝晩は過ごしやすい体感、一日の体感変化などお気をつけください。東北は秋晴れとなります。また北海道も日差しは届くのですが、隠れた前線が通過することによって一時的に雨の降ることがありますので、天気の変化要注意です。内陸部を中心に一日の気温変化が大きくなります。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでご確認いただけます。ぜひご活用ください。